ヘボホ・アーロン・モコエナは、南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダーで、主にセンターバックであるが、ボランチもできる。発音は、モコエナではなくマクエナの方が正しい。南アフリカのジョモコスモス FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、1993年に、オランダのアヤックス・アムステルダムに移籍した。 2001年からの2年間は、ベルギーのジェルミナルベールスホットにレンタル移籍し、2003年に KRC ヘンクに移籍した。2005年1月4日、イングランドのブラックバンド・オーバーズ FC に移籍した。2009年5月25日にポーツマス FC に移籍。2012から13シーズンは、母国のビットベストウィッツ FC でプレーした。 南アフリカ共和国代表としては1999年2月20日のボツワナ代表戦で A 代表デビューを果たした。2000年にシドニー五輪に出場したがチームはグループリーグ敗退した。アフリカネーションズカップ2002ではグループリーグを通過したものの 2002FIFA ワールドカップアフリカネーションズカップ2004アフリカネーションズカップ2008はグループリーグ敗退した。 FIFA Confederations Cup 2009ではチームの4位に貢献した。2010FIFA ワールドカップにキャプテンとして出場した。ありがとうございます。